ばんは。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どう。綺麗なお店、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今日お願いします。はい。原田のバーはネットアップの提供でお送りします。 Harada's Bar is brought to you by NetApp。 井上さん1回目、はい、どうしましょう。ビール、ビールで、はい、原田さん、じゃあウェルカムドリンクビールということで、久々に掘れ。いきますよ、2022年一発目、ビール、ね、もう去年は散々泡ばっかりだと、みんなに煽られましたけど、はい。私もね、訓練はしてないです、全く。ね。訓練してないですけど、多分、うまくいくと思います。はいはいはい、はい。多分ね、はいはい、最初思い切りなんだよ、意外と。ほら、ほら、うまくいったぞ、今回。これ絶対うまくいく、ほら。いくんじゃない、これうまくいくんじゃない、うまくいくんじゃない、すごい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 、綺麗。うまくいくんじゃない、うまくいくんじゃない、ほら。原田さん、見して見して。ちょっと、うまくいったぞ、ほら。見して見して。すごーい。やっぱ、あれ？すごーい。うまくいきました。つまんないなぁ。絶対コスプレしてる。いや、コスプレ間違いない。ちょっと、慣れてましたよね。ありがとうございます。やっぱ、あんなになってんのに。ほら。今年はちょっとなんかいいことありましたよ。あれ？よかった。な、僕ちょっとなんか嫌だ。番組的には面白くなかった。ちょっと嫌だなぁ。原田さんも、じゃあ、一杯目。俺これ。じゃあ、これで飲みますよ。はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ。どうなのかな、まさか。あれ、やっぱね、頭にちょっと捨てたのが良かったんじゃないかな。あ、ちょっと、ちょっと待って。ほら、ほら、ほら、なんか、ちょっと、違う違う。ほら、ほら、俺ね、こっちが泡だったっけなって、途中確認したくなっちゃったんだよ。だそれしなかったらちょうど良かった。途中で泡入れちゃったの。いやいやいや。わざとか？よかった。よかった。いや、今のわざとっていうか、ちょっと泡どっちだったかなって。よかったです。でも大丈夫です。ほぼ。はい。はい。じゃあ、乾杯で。はい。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。おい、おいしそう。おいしい。っていうか、誰も突っ込んでないですけど、原田さん、なんすか、その格好は。今日は学ランです。なんで学ランなんですか。新春一番学ランで。正月から。正月から。はい。出身はちなみにどちら？出身は静岡県です。静岡には何歳ぐらいまで？18までですね、高校卒業。あ、じゃあ結構長く静岡です。沼津でしたっけ？沼津です、ね。沼津、静岡沼津の方では、たこ焼きを家で作る習慣とかないですよね。ないですね、タコパーぐらい。タコパーはあるんですよ。うん、あ、タコパーってキーワードは、やっぱある世代なんですね。うん、僕らは逆になかった。なかったですもんね。この間でもたこ焼き家でやりましたよ。お、まだうまくいきましたか？いや、全然できなかったんですけど、釣り好きで、はい、タコ釣り行ったんですよ。すごい。改良にタコあって、今日た、たこ焼きって見たから、うん、わーみたいな、その時だったらな、家にめっちゃタコ余ってたんですよ、だから。あ、持ってきてくれれば。タコってどうやって釣るんですか？エビとか？いや、タコは、エビとかじゃないんです。あ、何で釣るんですか？何でやったんだっけかな？初めて行ったんですよ、タコ釣り。でも、一番下まで、おろしてタコツボの中のなんか、いやいや、タコツボじゃないでしょ、だってタコツボ漁師さんが、あ、そっか、そうそう、あ、じゃあ普通に天然の仕掛けてるものだから、そっかそっか、で、なんか普通に重りだった気がする、なんか、あ、じゃあ、疑似餌を使う、あ、豚肉だ、豚肉？そんなで釣れるんだ、まあ、何でも雑食とか何でも、油っぽい感じのやつだったけど、そういうので、そう、一番下まで下ろして、そう、海の底をずっとツン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 するんですよ。そしたらタコが、僕15歳からずっとこうヨットをやっていて、うん、あれもう今やってるんですけど、ヨット部だったんで、こう海釣りとかやってるところを見てたんですけど、はい、タコを釣ってるってのはあんまり知らない、聞いたことない。釣れるんだと思って、しかもめちゃくちゃ抵抗してくるんで、タコ、はいはいはい、重たいんですよ。で、さらにムカつくのが、重たいのに石とか持ってくるんですよ。ああ、そうなんだ。そう、これしがみついているから、これを持ってきちゃう。そうそうそう、あ、じゃあ釣るとやたらと重いと、やたらと重いんですよ、石にこう持ってたとか。じゃあ超大物だと思ったら、こんなタコなのに、そう、こんなでっかいの持ってきてる。ああ、そうなんだ。ちょっと筋肉の意味きつかったですね。あ、そうなんだ。タコいかないかなと思いながら、あ、じゃあそれ持って帰って冷凍して、そうですね、
生徒一回して、ぬめり取ってる。あ、竹取さん、じゃあタコ釣り行きましょうよ。本当、一回行ってみたいけど、何かめっちゃ行って、俺でこれで作りましょうよ。やりたいけど、あれもさばくのがめちゃくちゃ面倒くさいんですよ。あ、そうか。じゃあ学生時代は、タコを踏むバイトをしてましたね。タコ踏みってバイトがあるんですよ。その、築地にあって、その、海外から、アフリカとかいろんなとこから輸入した、冷凍のタコ、この段ボールのやつ、四角くなって、大量のタコが、四角くなってくるんですね。冷凍なんで、それを全部、この綺麗なコンクリートですよ。綺麗なコンクリートの上に置いて、で、綺麗な長靴で、全部にこう水をかけて、解凍して、ほぐすのよ、踏むんですよ。すごい人数で。で、踏んで、それを洗って、ぬめりを取って、この洗濯機みたいな機械にかけて、っていう、タコ踏みっていうバイトを、ずっとやってます。めちゃめちゃ朝は早いんですけど、記事でそういうバイトをやったら思い出しましたね。そうなんだ、タコって釣れるんだな。じゃあ、もう、私が釣って、原田さんに処理してもらって、で、高田さんが焼くと。焼くんだ。それちょっとやるね、一日ロケ。これはちょっと面白そうだな。なんでさ、幽霊は見えますか？私、全く影響ないんですよ。あれ？あ、なるほど、じゃあそれ一緒だ。なるほど。それが普通だと思います。家族は影響ありますでも。あるでしょ。あ、家族では、お父さんお母さんです。お母さんの、おじとかおばとかが。ああ、そっちの親戚が、そういう、ちょっと見えるよっていう。そうです、ね。でも自分は全然見えない。全然見えない。自分は何色ですかというテーマでちょっと喋ってください。難しいですね。なり高尚なテーマですね。ウニノシーさんは何、自分は色で言うと何色ですか。今日はなんかサングラス越しだからちょっと分かんないけど、これ今日は赤いですね。個人的には暗い色なんですよね、自分。もう深い青か深緑。うん。深い色、それは何でですか。なんでかわかんないんですけど、ちっちゃい時に緑って言われて、全然信憑性も何もないけど、誰に言われたんですか。覚えてないんですよ、それが。誰に言われたかも覚えてない。大人、それとも大人です。大人に、あなたは緑よ。そう、それがなんとなくずっとイメージに残ってる。多分ちっちゃい時で、そう、オーラって何みたいな時だったんで、それがすごいイメージについてて、なんかなんとなくなんか緑っていうイメージが。そういう話を聞くと一番強烈なのは、やっぱり小さい頃に大人から悪い言い方をすると吹き込まれることってすごい影響を与えるんですね、やっぱり。いや、残りますよね。恐ろしいですね、そう考えると。だって多分少なからず人生に影響を与えていると思いますよ、その緑だって言われたことをそんなに印象に覚えてるってことは。じゃあ俺そこら辺の歩いてる子供を捕まえて、お前は何色って言い続けよう。かわいそう。かわいそうですよ。君は青、怖いっすよ。君は金色、ミヤピンク。まあまあまあ、とりあえずすっげえ走ると思います。オーラおじさんとか言われて。君はって言って。でも多分、最近だと声かけ案件で、オーラの色を言うおじさんが名前で、多分、通報される。恵比寿あたりにね。通報される。そうなんだ。でもその印象でやっぱその深い色で、深い緑で。まあ、ユノシーさんは緑ですよ。まあ、レーザーカラーもあります。まあね、レーザー。写真とか見るとね、レーザーの。そうですね、緑。もあるし。それ髪の毛も。髪の毛は青なんですよ。これは青好きな色は青とかなんですよね。あ、好きな色とか。そう。まあ、僕は子供の頃大好きだったんですね、青とか見て。うん。大人になると次第に青に全く興味がいかなくなり。へぇ。大人になると黒か白。あ、わかりました。黒も好きです。黒はいいですよね。シンプルに。そうなんです。ただ、おじさんになって、すごい色に対して感覚僕が変わったのは、お花を見て、すげえ綺麗と思うようになりました。あ、でも、私もお花見に行ったりします。本当ですか？はい。それはでも、まあ、女性的な感性のせいもあるかもしれないですね。男ってね、割とね、興味ないんですよ、花とか。そうかもしれないですね。うん、これ40超えてくると
花がすごい綺麗だなと思って、年取ると変わるって言いますよね。変わるんです、変わるんです。盆栽とか、ジジイの象徴じゃないですか。まあ、そうですね。何がいいんだと思ったんですけど、うん、もう最近は盆栽とか売ってるとこ見ると、うわ、すげえ。で、やっぱ緑があるって良くないどうぞ緑があるというか、どっちか宇宙に見えるんですよね、盆栽が。小宇宙と、小さい世界。はいはい、こういうものに見えると。まあ確かに、あと植物とかね、確かに。部屋に緑が欲しくなったりとか、お花を置きたくなったり。今まで全然なかったんですけど、こう、やっぱ、精密機器に囲まれた生活をしてるから、あ、分かる分かる、電磁波にね、そうそうそう、電磁波に囲まれてるのね、うん、ちょっとでも自然を増やそうと思って、うん、ああそうかそうか、お花とかドライフラワーとか置くようになりました。なるほど、リビングだけでも、なるほど、うん、増加だけでも気分が違うと言われますからね。そうですね、うん、なるほど、そうか、やっぱね、機械にね、ゲーム機に囲まれてね、そうです、うん、大人からはね、ピコピコやってんのって言われましたよね、電子音ピコピコまだやってんのって毎日やってんのピコピコやってんの、俺は未だに言われます、言われます、そうそう、ピコピコ。でも私、実家帰ると怒られますね、ゲームやってると、たまにやりすぎると。もうどういう風に怒る、あ、もうそんなもう長時間やめなみたいな、ああやりすぎってやつですね、ぐらいなんですけど。お母さん、お母さん、でもいい、お母さんですね、お母さんはちょっとゲームやりすぎると怒るタイプで、うん、お父さんは、お父さんもゲーム好きなんで一切怒らないんですよ、うん、なるほど、そう、もうお母さんに実家帰って、あ、でもお母さんそういうもんじゃないですか。でもお父さんがゲームやって理解あるだけまだいいと思いますよね、うん、いや、だいぶいいと思います、うん、僕の世代なんかはもう、漏れなく全員怒られる世代、うん、ゲームやって隠されましたね、そうですよね、はい、だって小学生の時 DS やりすぎて、あの、なんだろう、タコ、タコね、はいはいはい、めっちゃできて、あほう分かるの、僕ら、僕だから、ほら、僕アーケードスティックはワイン持ちなので、はい、ここが支点になっちゃうとどうしてもこう、ここね、左手が、ほら、なんか急にここだけ、よく空手やってんのって、空手昔やってたんですけど、ここ削れちゃうじゃないですか、はいはいはい、こういうタコができちゃうとね、こういうのこう押さえる、暴力的な人に一瞬見えちゃう。見た目が、確かに、確かに、ね、そこだと、そうですよね、グラサンでガッと、俺はサウスポーなんだエビ、大丈夫ですか、エビ大好き、どうも、エビ前でございます、エビ前でございます、アナマ特製エビ、これ、結構ね、これも評価が高いね、ぜひぜひ、え、超美味しそう、美味しいでしょ、美味しいでしょ、出来たって、しかも揚げたてですからね、ありがとうございます、気をつけてください、ぜひぜひ、食べてください、エビの専門店行ったりするぐらい、これ、ね、あ、そうなんですか、実は、あ、そうなの、実はこの番組を取り仕切ってる彼は、はい、エビマヨ専門店を出そうとしてた、そう、今でも出そうとしてる、いただきます、え、本当にでもエビマヨ大好き、通いたい、そこコロナがなかったらね、エビマヨの店やりたかった、ね、去年出してるんですよ、うん、でもこのソースがね、うん、おいしい、よかった、よかった、よかった、あざっす、うん、うん、ね、しかもあの衣の厚さがちょうどいい、ちょうどいい、なんかすごい、はい、ネットアップさんスポンサーありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます、料理は、料理というか何が食べ物で一番好きですか、ラーメン、うーん、わかる、ラーメンすごい、ラーメンの味は、味が、なんか今まで家系ラーメンとか、うん、こっくりしたのがすごい好きだったんですけど、最近味噌ラーメン、うん、すごい好きです、味噌ラーメン、ちょっと辛めの味噌とか、あ、でも味噌ラーメンで、うん、味噌ラーメンって不思議なことに大体そこそこの味ばっかりなんですよ、なんか飛び抜けてうまい味噌ラーメンってなかなかないと思うんですけど、なんかおすすめあったりします、あの期間棒とかあります？期間棒、あ、聞いたことあるんですよ、結構あのゲーマーの方とかが写真撮ってあるとか、鬼にかなとか、はいはい、で期間棒ってところがあるんですけど、はい、辛いの平気ですか、あ、平気です、大丈夫、めっちゃ辛さと山椒のしびれを選べて、あ、山椒のしびれいいですよね、あれがなんか旨味みたいな感じになりますもんね、そう、めちゃくちゃうまいです、そこはすごい好きで、やっぱ行くといつも並んでるんですけど、なるほど、うん、
かクリスマスの期間ボロで過ごしました。クリスマス期間。あれ、俺それなんかで見たかな。かな。ツイッターにアップしましたっけ？いや、配信で。配信でしたっけ？そうか。ラーメンは若いうちに食べといた方がいいですよ。うん、そう。あの大人になるとこう2種類あるんですよ。もう胃がもたれて食べきれないって人と、うん、僕は全然平気なんですけど、うん、食べたら食べた分太るんですよ。うん。ラーメンは吸収しますよね。そう、びっくりするぐらい。特にスープを飲みたいって人なんかは。そうね。ね。特に凝ってる人。そうなんです。だからそれできんのは逆に今のうちなんで、逆にお肉の脂がダメです最近。うん。あ、なるほど。来ましたか。その時期が。なるほど。でも結構早い段階で本当に今23なんですけど、21ぐらいから焼肉がもうダメって。あのいわゆるすごいカルビとか、うん、ダメです。ちょっともうあれってうってなっちゃうんですよね。うん、あでもまあそれはいいかもしれないですね。人によって。うん。本当に肉の脂がすごい好きなんですけど、肉自体は量が食べれなくて。カナさんラーメンは何味？いや、ラーメン好きなんで、ラーメンって聞くとなんか食べたいってこう条件反射で思っちゃう。いや、僕もこってり系が好きですね。だからやっぱり学生時代は最初天下一品食べた時は、うん、わすごいこれなんだと思って、うんうん、これはすごい美味しいと思ったし、うん、あとやっぱり上京、大学の時上京してきて家系ラーメンっていうのを食べた時に、お、なんだこれ、うん、だからまあその時にドキドキやっぱ好きなものが変わっていくけども、うん、割と味が濃いものが好きだけど、最近やっぱりだしの味がすごい強い系も好きで、あ、美味しい、うん、なんか微妙にこう、例えば恵比寿とかだったらアフリとか、うんうん、ちょっと微妙な塩ラーメン系の、ああいうのもなんか最近、ああ、いいっすね。うん、あと、なんとか言って、これ P 出ますよ。うんうん。あの料理とかも全部美味しいと思ってたんですよ。うんうんうん。すごい、年取ってくると、舌が超えるのがいろんな美味しいもの食べてるせいか、うん、え、これで、子供できるじゃないですか。うん、子供できて、何年かぶりとか何十年かぶりにそういうとこ行くようになるわけですよ、また。学生時代行きたいのとか。うん。ああいう、はい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 、バゲッティ屋さんとか、ああいうとこ美味しいと思ってたんだけど、どえってになります。なんじゃこりゃってなるんですよ。だから子供とかは美味しい美味しいって喜んでるんですよ、うん、つまり若い人とか子供の時 にみんなが美味しい美味しいって言ってたのが、大人になると全然大したことないみたいな。うん、これは贅沢病なのか分かんないけど、不思議なもんで。だから子供の味なんでしょ。え、子供の味なんですよね。子供向け、子供の味なんだろうね。でもそうですよ。スパゲッティとかはやっぱり昔はたくさん太くて量があってみたいなことだったけど、うん、最近は茹で具合の方が気になっちゃう、うんうんうん、そうそう、わかりますよ。なんか全部茹でてあるとダメみたいな、ね、アルデンテで硬、ね、いのがいいってわけじゃないから、うん、微妙な茹で具合で全然味違うんですよ、うんうんうん、多分違いが分かるようになった結果、好みがよりはっきりしてきたかもしれない。そんなもんね。あれは原さんと湯野石さん、そのラーメンのあの袋麺、どれ一番好きですか？いや、袋麺じゃないんですけど、あのカップ麺の、うん、カップの、僕もう味噌になっちゃうんですけど、スミレってあるじゃないですか。うん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 、コンビニに売ってるスミレのカップラーメンもめちゃくちゃ美味しい。あれは美味しい。わかる。そう、あれもずっと本当に、うん、去年あれがあれば生きていけるんじゃないかなと思って、あれ美味しい。買いだめしましたね私。うん。スミレ美味しい。あれ美味しいっすね。すごいわかる。カップラーメンでこんなになんかこう、カップラーメンってやっぱ飽きてくるじゃないですか。うん、カップラーメンの味するみたいな感じするんですけど、うん、スミレのやつは全然食べれる。うん、あ、明日も食べれるみたいな。あれは美味しいですね。美味しいですね、確かに、ね、そんな美味しかったな。そう、まあ、日本のカップラーメンはすごいですよ。うん、未だに俺、日清のカレーヌードル、うんうん、カレーヌードル美味しいと思う。あれたまんない。え、最後にご飯入れます？あ、俺それはやんないけど。やんない。あー、やんないんだ。カレーヌードルって危険なのは、僕一人飲みを結構家でやるんだけど、うん、こう
飲んでゲームやってある程度満足したけどお腹がガッと空いた時に夜中12時過ぎてるかからずあれが置いてあるとちょっと食べようかなと思っちゃうところが危ないあれ、はい、完全にもう昼夜逆転シリーズで朝方とかにカップラーメンみたいな、やっぱりそれはストリーミングで朝方になっちゃうなりますね、うん、すっごい深夜スタートですもんね。そうですね基本すっごい深夜スタートね、ゲームやると朝方になるんだよな。そう今日もだって昼に寝ましたね。ゲームやってる時はそうです、うん、そうユノシーさんのストリームいつもそうですね、うん、深夜スタート朝まで 3,4 時間で寝ますみたいにして終わって、うん、お昼か寝ますって言って配信切るんですけどその後ずっとゲームやってるんですよ。結局ね、うん、やめらんないですよね。なんかそう配信でしてる時のゲームと配信でしてない時のゲームちょっと違うっていうか、うんうん、分けてるんで、うん、ちょっとね個人的にちょっとねちょっと配信向けじゃないけど自分でやりたいと思ってやったら、うん、終わらないですよね。まあ、今でも一番やってるのってやっぱエーペックスですか。うんうん。バロラント。うんうんうん。バロラント。うん。で、もともと私、ゲーセン出身。ゲーセンって好きだったんですよね。そう。原田さん、ゲーセンの店員さんだったみたいな。そうです。その、店員さんだったというか、ナムコの、入社すると、必ず最初、何ヶ月、もしくは1年とか、ゲームセンター配属なんですよ。あ、そうですね。で、僕はでももともと、営業で入ったんですけど、はいはいはい、だからやってました。最初の1年は、ゲームセンターの店員やってました。うんうんうん、はい。巣鴨もナムコとか行って。ガッツリですね。巣鴨の聖地で、聖地。そう、巣鴨のショット、僕は新宿だったんで、うん、新宿でナムコってバレない、ナムコって名前ではないんですけど、別の店で。で、もちろん巣鴨、こう、毎週、毎月、うん、毎月か、その、店舗の会議とかで菅鴨の人とかやってました。菅鴨、うんうん、とか行ったの。ちょっと行ってましたね。16、15ぐらいの時は菅鴨行ったりして、関西もめっちゃ行ってました遠征に。あ、そうなんですね、うん、でその遠征っていうのは それは何のゲームだったんですか。が本当にメインがずっと音ゲー。音ゲーなんですよ。そう、音ゲー。あ、それ知らなかった。井上さん音ゲーやってたんですね。そう、音ゲー。音ゲーの何ですか。本当にビートマニアとか、うんうん、サウンドボルテックスっていうのをずっとやってて、そっちのお仕事とかもずっとやってらっしゃるんですけど、そっからですね、多分もともとゲームすごい好きだったんですけど、ゲーセン通い始めてからもうさらに加速して。そうです。ちょっとね、僕ゲーセンやってた割には、その音ゲーは自分がやらないこともあって、うん、音ゲーコミュニティにそこまで詳しくないけど、うん、ちょっと今、おっと思ったのは、音ゲーで遠征っていうのは、その対戦ゲームの遠征じゃないわけじゃん。ああ、そうですね。音ゲーの遠征って何するんですか。ああ、でもやっぱ、普通にもう沖縄とか行ったりしてたんですよ、一人で。それ、呼ばれるのか、それとも見に行きたいプレイヤーがいるのか。でも結構、まあ、見に行きたいっていうか、まあ、SNS で仲良くなったプレイヤーとか、結構コミュニティ狭いんで、その、なんだろう、まあ、共通の友達がいるとか、が多いですね。なるほど。それプラス、もう本当に、元芸になると、うん、もうただ一人でスコア詰めしかないんですよ。そうですね。やることが。普通はね。そう。だからもう本当に気分転換で、うん、気分変えて、地元だとちょっともう最近調子悪いからみたいな。行ってみてちょっと刺激受けようかなみたいな。ああ、それが遠征なんで、乙女でいうとこ。ほんと多いですね。で、沖縄のゲーマーの人たちと、もうひたすらもう朝からバンバンゲームしてみたいな。やると。やったりとか、わかりますね。とか、店舗大会とかもあるし、一応、まあ、ゲームの中ではアンギャ、なんかうん、都道府県の、称号もらえるみたいなのがありますけど、はいはい、 ありますね、あ、そうです。店舗大会とかもありますね。でもなんか音ゲーって意外とシビアだなと思ったのが、ミマニとか特に全盛期とかって結構バーってやってると、うん、店によっては結構この画面に後ろが反射してしちゃう、うんうん、あそこをすごくこう調子よくやってるのに、人が結構何往復かしただけで、うん、もう
気が散ってバーンっていってやめる人も結構多かったぐらい。でも好き嫌いありますね。後ろに明るいゲームがあったら嫌だとかね、この台でやらないとかもあるし、そうそうそう、バネの重さとかもあるし、そうだから店によってはね、この後ろにパーテーションとか置いたりね、うん、するもんね。なんか割と音ゲーって割とシビアな世界だなと思って見てた。ああ、そうですね。先生とかあったのか。そうですね。めっちゃ環境いいゲーセン探すみたいな。で、最近はその家で PC でやっぱバロラントとかを。もうやりつつ、ゲーセン行って、みたいな、空いた時間に行って、何中ですかね。バロラントだけど、バロラントって、要は僕らの世代で言うと、はい、まあ、いや世代というか社会人になってからだけど、でカウンターストライクとか、ゲーじゃないですか。僕も結構、あれがベータテストぐらいの時からずっとやってたんだけど、バロラントはシビアなゲームだなと思うね。いや、シビアです。難しい。あれはなんか、単なるいわゆるまあ、確かに一番こう、典型的なシューターっちゃシューターなんだけど、うんうん、もう、まずもって、姿を見せたら、もしくは見たら終わりじゃないけど、早打ちガンマンみたいな世界じゃないですか。で、加えて、あの、アビリティがね、カウンターストライクと違って、うんうん、一人一人、いろんなスキルを発動されると、うん、最初の、うまいもん同士であるとさ、最初のさ、数分間もう、あの、接敵とか打ち合いにならないじゃん。なんか、お互いが見えない状態のままの、なんか駆け引きがすごい続くから。だからなんか昔から FPS やってた人とかは、多分、体勢がついてると思うんですけど、いや最近そのバトル分けが減ったじゃないですか。ああ、そうそうそう。あれカジュアルのね。そうそう。うん、だから、まあ、APEX とかで FPS やる人が増えて、でも、バロラントと正反対じゃないですか。そうそう。私もあのバトル分けから入ったんで FPS。びっくりしたでしょ。え、もう難しいみたいな。え、ストッピングって何みたいな。なんかこれが乗れねえ。何それみたいな。なんか体出したら反対のキー押すのみたいな。基本シフトキーをしながら歩くっていうね、うん、カジュアルの方から入った人からすると、うん、心が折れる人も多いです。いや、これ APEX 難しいですけどね。 APEX はこれ全然関係ないですよ。俺はね、 APEX 結構自分には合ってると思いますよ。私は合ってないと思う、うん、合ってないんだ。俺は合ってないんだ。俺も本当ですか。 APEX が APEX のあのこれ言うとなんだろうね、別に全然自慢とかじゃなくて、うん、僕結構、シューターは格闘ゲーム以上に、昔からね、うん、もう黎明期とか生まれ、ブームが生まれた頃からやってるわけですよ。その頃から PC ゲーマーなんで、はいはいはい、PC ゲーマーといえば、まあ、マウスでやるシューターとか、うん、そういう古い世代なので、シューターやり続けてるわけですよ。もう。で、それなりに自信があって、はいはいはい、いろんなゲームでも結構そのランキングとかあると、絶対、一応ワールドワイドでトップ20以内に入りたいみたいなことは若い間やってたわけですよ、うんうん、例えばちょっとわかんないと思うけどバトルフィールド2とかって、はいはい、EA が初めて公式のランクドサーバーっていうね、うん、ランキングのサーバーを作ったゲームですね、うん、であれでワールドワイドで僕は大体あの一時8位ぐらいまで入ったんです。すごいですね。それは結構バトルフィールド2は相当だった、まあ、他もやってたんだけど結構さ、そういう意味で言うと自信はあって、で、なんか例えば、フォートナイト出ました。で、なんかやっぱりちょっとやってると、あ、シューターのいいところはこう、応用が効くじゃないですか、大体どのゲームでも。だ結構、そうですね、俺結構上位いけるな、なんて思ってて、APEX も同じようなノリでやったら、なんか死んなくて、APEX 全然俺人をキルできなくて。いや、追いつかなくないですか？あれ何やろ？何が違うのあれ。俺全然 APEX 活躍できないね。そうなんですよ、本当に。あれ何なの？なんかね、もうおじさんのせいかなっていうことにしてんだけど、俺は最近年齢のせいかなって、それにしても周りから言われるぐらい、原田さんって、シューターもっと上手いですよねって結構、一緒にやってる会社の仲間から言われるぐらい APEX が合わなくて。まあ、圧倒的にそのエイムだけじゃない部分が多すぎる。あ、だからかなのかな。エイムだけじゃないからかな、逆に。エイムも大事だけど、まあ、キャラコンと、そうだな、キャラコンスキルはもうできて当然で、そうか。そっからキャラコンの壁があって、みたいなイメージが、なんとなくありますね。
です。そこがいいんだよね。未だにだってスキル打つときあれどこだっけとか言ってやっぱなっちゃうでしょ。俺もなんかそういえば忘れてたとか必死になって打っちゃってて。そうやっぱこう球の頻度 BM も高いですけど、なんか球の頻度 PUBG とかに比べたら多いか基本的に。それもあるのかな。展開が早すぎて、たぶん展開も早いし、あのね、仲間が死んで倒れてたりするって、なんか優先しなきゃいけない状況が違ったりするしね。なんか何よりもバトロワのすごいところは、あのノラとかでやってると、いやすげえなと思うのは、ね、フリートプレイだからいろんな人がいるわけじゃないですか、うん、そのフリートプレイってやっぱ俺らの業界から言わせても、だって有料のゲームって、有料ね、値段を最初に払うゲームって、大体似たようなコミュニティが集まって、価値観が似てる人だと。フリートプレイって、もう、客層が広いから逆にいっぱい入ってくれるんだけど、その分コミュニティとか価値観が違いすぎて、結構コミュニティが荒れたりするじゃないですか。エーペックスもすげえなと思ったら、ノラで入ると、とんでもない冒険入ってる人いるでしょ。いる。なんかあの初対面のはずなのに、すごいっすよ。俺おじさんのせいかもしれないけど、若いやつだからなんか頑張りましょうねとか言っといて、最初いいこと言ってるのに速攻死んだら、おい助けろ助けろ、おい助けろとか言って、いるいる。いや本当にたまに、なんか親でも殺されたかっていうか、恨みを持ってる人いますね。バロやってているんですよ。何もしてないのに。コミックセみたいな。いや、分かる分かる。バロラントもバロラントって敵より味方にムカつくゲームじゃん。ムカつくってか、ムカつかれる、うん、お前何してたんだよとか、なんでそこで出んのとか、なんであれ使わないのとか、なんかこれどうなのかなと思ってね。難しい。だから格ゲーの方がよほどそういう意味で健全で、1対1だから勝った負けたでのいさかいはあるけど、はいはい、でも今言うてもやっぱり実力勝負の勝ったもん勝ちじゃないけど、うん、でもなんかチーム戦って敵から投げられるのまだいいですよ、うん、バーンって打たれて、下手くそって言われたらクソ上手くなってやるんだけど、うんうんうん、なんか俺は普通に順調にやってるだけなのに、隣でただ死んだやつが急にバスッ、ね、こう罵倒してくるみたいな。本当にね、お前のせいで死んだじゃねえか、いや違う、敵のせいじゃねえっつって、そう俺が撃ったんだったらどうか、お前が撃たれたんだろって。難しいですよね。まあなんか体勢ついてる人もいれば、体勢ない人もいるから、確かに結構苦手なタイプなんで、そういうの。でもあれされません、そのなんていうの、スマホじゃねえ、ストーキングじゃない、その配信してるとゴースティングか、そうそう、配信、僕も配信であんまゲームやらないんですけど、配信してるとわざわざマッチング入ってきて、うん、あ、いたっつって、エノシーだっつって追っかけてくる人とかいるんじゃないですか。倒された時にあのキルログ見たら、ユノシー好きみたいな。あ、でもそれはゴースティングというか、なんかなんだろう、本当になんだろうな、それ一緒に遊びたいんだよな。まあでもゴースティングっていう、まあでもそれは可愛い方じゃない、なんか、うん、なんか本当に合わせする人いるでしょ。います、いますね。それはちょっとやっぱ嫌でいいでしょ、うん、で私でも少ない方だと思う。プロの方とかは多いです、ね、なんか僕バロラントのあのユノシーさんのツイッターかな、あのボディースーツ着てる写真あったじゃないですか。バイパー、あれかっこいい、毒使い、うん、めっちゃ似合ってて、ありがとうございます。なんじゃこのかっこいいのはと思って、すごい似合ってんすよね。バイパー使う人で上手い下手が激しいのよ。難しいですね。なんかキャラ一人が重要だから、重要すぎて、そう、火が重たすぎる、うんうん、重たい、かわいそうだなってたまに思うな。あの本当に僕は海外の人とやることが多いんですけど、はいはい、仲間でちょっと実はずっと2時間半遊んでいっぱなしで、おしっこに行きたいなって、トイレに行きたいんだよ。でもみんな行ってこいって言うんだけど、あの行って本当に何があったのかなかなか帰ってこなくて、まあ普通に負ける、ね、結構あるんだけど、そうするとその仲間同士だったらいいんだけど、知らない人だとボッコボコに怒られるから、ね、トイレも行けねえなこのゲーム。いやー割と長いんですよね、あれ、あの長いですね、本気でちょっと拮抗しちゃうとね。